粘土を使ったランプシェードの作り方です。中で光っているのは色の変わる LED ライトです。まず材料と用具を揃えましょう。用具は粘土べらのほかに柿べら、それから割り箸、糸を巻いた紐ですね、紐を巻いた棒、爪楊枝、糸で粘土を切る道具、こんなものを用意しましょう。ハサミは必ず用意してください。LED ライトがすっぽり入る容器を用意しましょう。もしこんな風に LED ライトよりも小さいときは、2段重ねにします。上に乗せるものはプリンカップのような小さなものでも大丈夫ですね。テープで軽く留めたら、これで準備完了。ナイロン袋の上に置いて、その上からさらにスーパーの袋をかぶせます。粘土はハサミで開けてください。このまま下に敷いておけば粘土板が汚れません。最初に少しだけ粘土を取って水で溶きます。ロベといって粘土と粘土をくっつけるのに使います。お味噌ぐらいの硬さにしてください。いろんな方法がありますが、今日は板作りで作ってみます。割り箸を両方に置いたら、先ほどの糸ですね、糸で粘土を切る道具でぐーっと割り箸に沿って糸で粘土を切っていきます。これで薄い板ができました。これを先ほどの土台に貼っていきます。ハサミで切って好きな大きさや形にしてください。くっつけるときには先ほどの土部を使います。隙間があっても構いませんから、全体に粘土を貼ってください。全体の形ができたら、余分なところを切り取ったり、それをまたくっつけたり、思いのままに形を工夫してみてください。爪楊枝でこんな風にくり抜くと、明かりの窓ができます。これをパッチワークのように土部で貼っても面白いですね。紐を巻いた棒を転がすと、こんな風に模様がつきます。これが縄文ですね。縄文式土器の縄文。丸い棒を押し当てると丸い形がつきます。ランプシェードになりますから、中の資材が見えるまでくり抜いていきます。爪楊枝を使ってどん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 くり抜いていきましょう。くり抜いた粘土で飾りを作りましょう。
り方ができました。先ほどの糸で半分に切ります。真ん中ぐらいまで切ったら開いて土部をつけます。これでてっぺんの飾りの出来上がりです。残った粘土を紐状にして一番上の縁のところにつけました。もちろん土部をたっぷりつけています。土べらでしっかり押さえていきます。手でぎゅーっとつまみ出してハサミで切ってみました。これを上や下に折り曲げたり、編んだりして飾りを作りました。粘土べらを使って模様を入れたり、残った粘土を細かく切って小さな飾りをつけたりしましょう。飾りは抜きやすいので土部をしっかりつけてぎゅっと押し付けてください。これで出来上がりました。粘土板は次のクラスが使うので段ボールなどに移し替えます。横から差し込んで、ナイロン袋を抜き取ります。このまま一晩ぐらい乾かします。細かく模様をつけると綺麗です。下に敷いた段ボールに名前を書くと誰のかよくわかりますね。粘土べらや汚れた手は流しで洗わず、バケツや洗面器の中で洗ってください。だいたい乾いたら中のカップやスーパーの袋を取り出しましょう。この後完全に乾かします。乾いたものを LED ライトの上に乗せてみました。これでも綺麗なのですが、中の LED ライトが丸見えです。そこで一工夫、ティッシュペーパーを中に、これをかぶせると全体がこんな風に光って幻想的な雰囲気になりました。
土粘土で作ったものです。しっかり乾燥させた後、釜で焼いて素焼きにしています。ちょっと縮んでしまったので LED ライトを入れるとこんな風にガタガタしてしまいます。こんな場合は箱に穴を開けてそこに LED ライトを置きます。そうするとこんな風に安定して置くことができます。先ほどとはまた趣の変わったランプシェードになりました。